ボルサリーノ2を作る第8回、今回は塗装です。まずは下地を整えていきます。サフ拭き、黒下地拭き進めていきます。プラバンプラボー自作のサイドワイザー、シルバー塗装仕上げにするために下地を黒で拭きます。サイドバンパーは白、ホワイトサフで整えていきます。リアバンパー、長板もまとめて拭きます。そしてキャブ、角度を変えて下から。そして深箱、乾いたら中研ぎをします。タミヤ瞬着イージーサンディング、これ便利なんですよね。目立ってきた下地の粗をこれで埋めていきます。アルデコ瞬間硬化スプレー、あとはパテのようにガシュガシと削ります。水ペーパーでさらに研ぎ、傷を炙り出します。リアバンパーも、サフ拭きしたらケツ蓋の粗さが目につきました。ヤスリでガシガシ削ります。レジンとプラ棒をGクリアでくっつけたんですが、接着面がちょっと汚かったです。瞬着を使うべきでしたね。仕方なくガシュガシュと削ります。さらにサフ拭き、そしてクリアコート、プリと塗布します。キャブをマスキングしてドアをブラックに塗り分けます。ホビーベースプラストライプ 0.14mm 厚、 2.5mm 幅、こちらをブラックで塗ります。スカートの下端に貼り付けていきます。モデルショップ堀井さんにお伺いしてデカールの修正をお願いしました。フォトショップで
青島のデカールの文字を変えていただきます。ちっちゃくする。おお。ドラゴンとヘビのデカールは 81% に縮小していただきました。青島国江墓場に入ってこなかったデカールは堀井さんに作ってもらいました。なあ、これははみ出した。幻のデカールプリンターアルプス MD1500、 シアンマゼンダイエローのインクリボンが4層に折り重なり印刷されていきます。デカールシートが4往復すると完成します。ライトつけます。ありがとうございます。バッチリです。ボンボン。さらに特色ゴールドとホワイトのインクリボン、インクジェットのプリンターがどうしてもたどり着かない境地がここにあります。それで今度はちょっと待ってみな。いい感じです。あ、というか白もくっきりしましたね。これがホワイトとゴールドのデカールです。乾いたら白浮きしてました。塗装が白なのでそんなに目立ってないんですけども、最後にクリアを拭いた後にペーパーかけるの忘れてました。上からペーパーをかけてさらにクリアを浸透させることでごまかします。気を取り直してケツブタ。サイドワンパーの看板、黒下地の上にシルバーを吹きます。フロントバンパーにアルミテープを貼ります。フロントバイザーにもアルミテープを貼ります。
余った部分はハサミでカット。運転席にマイクを取り付けます。広村勝俊さんからコメントいただいた4チャンネルのアンドンの件なんですが、残念ながら映画を見返してみたんですけども、物が見つけられませんでした。不勉強ながらちょっとわからなかったんで、今回は取り入れることができませんでした。またいろいろ教えてください。キャブにデカールを張り込みました。アンドンの作成。ゲート跡はガンダムマーカーメッキシルバーで塗装します。メインアンドン、国枝墓場だと帽子野郎2になっていたので、堀井さんに作ってもらいました。ボルサリーノ2。カーランプの塗装。3D プリントしたマーカーランプも塗装していきます。ガーデンフェンス、フレームの塗装、黒く塗っていきます。デカールを貼り終えたので、クリアを拭きます。白浮きしたデカールの上にもたっぷりとクリアを塗ります。段差を鳴らします。ごまかせたかな。調子に乗って削りすぎました。ちょっと補修します。バックミラー、ガンダムマーカーメッキシルバーで塗装します。Gクリアを塗料皿に入れて、タミヤエナメルシンナーで溶かします。適度な粘土を作ります。綿棒をハケ代わりにしてウィンドウを取り付けます。普通のプラモデル用接着剤だと溶剤で溶かしてしまうので、失敗した時が悲惨なことになります。この方法であれば、いざ失敗してもエナメルシンナーで拭き取ってごまかすことができます。決して失敗の実演するつもりはなかったんですけども、こちらですね、うまくパーツが合わずに、今拭き取ってます。コーナーの上部少し削らないとぴったり合わない作りになってました。通常のプラモデル用接着剤だとドロドロに溶けてひどいことになるところでした。ベタベタにくっついた G クリア、こちらもエナメル溶剤でコシコシとやることで綺麗に拭き取れます。大丈夫でしょう。次回はいよいよ組み立て、完成まで進めてまいります。